その人はな、とっても立派な人なんだよ。何が立派な人？江戸中にいないだろ。いや、それはおめえたった一人。おめえよく知ってた。南町奉行の富山西郷奉行さん。ああ、うちに行って来たことがある人？うん、あの人、父ちゃんのこといつも同じなんだよ。もしおったらおめえ終わるおめえ行こう。ああ、侍の暮らしをそっくり見るのも面白そうだな。とはいますか。